きれい。ということで、えー、今朝も、釈迦公園を、堪能しました。雨上がりではないですけど、じっとりね、湿ってる感じ。 いいかなって撮りに来ましたが、えー、朝霧に出会えたんで、相当夢中になってシャッター来てました。ここも綺麗ですね。写真撮れって感じですけどね。 一応今日は作品っていうわけではないんですがあのこの季節の自分なりのちゃんとした一枚なりを撮りたいと思って100ミリ105ミリか単焦点にしておきました。 カメラの設定、ファンクションボタンとかああちょっとガタガタすげえうるせえなマニュアル設定を登録してあるんですけど三脚を使うことを想定してのセッティングにしてなくて常々 あの手ぶれ補正をオンにしてあるんですよね火曜日に撮ったやつがなんか3キか三脚持ってるのに全ブレしててびっくりして <laughs> あ手ぶれ補正だっていうのを気づいて直してくれゃいいのに今日もあのそのまま持ってきちゃって、えー、前半手ぶれオンになってるんでちょっとダメかなっていう感じですね 気をつけましょうそれではえー、朝日も十分上がったんで、えー、プノの餌やりに戻りたいと思いますあらまあ朝同じところ通りましたけど、えー、よくよく見ずに歩いてきたんですが十分霜降りてますね。 ちょっとカメラもぶら下げてましたが、えー、お家戻ってからの結露怖かったんでリュックにしまってしばらく突っ込んで置いとこうと思います冬はちょっと結露怖いっすね本格的に多分の冬の寒い中カメラを持ち出すのも 多分今後が初めてになるんで気をつけたいと思います。では本当にさようなら。